こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、ちょっとアニメーションの制作現場とコミュニケーションがありましたんでね、で多分これアニメファンの方とかでもあまりご存じないと思いますんで、私の方からちょっと YouTube を通じてお知らせさせてもらいます。日本のアニメが苦境に立たされているんですよ。技術はあるし意欲がある、しかし日本のアニメは安いんですよね。安く買い叩かれてます。アニメーターの方もほとんど給料とも言えないような金額でやらざるを得なかったりね、本当に意欲だけなんですよ。それは意欲に応じたギャラがもらえてないんですよ。この理由についてなんですけども、この理由は2つあってですね、1つはね、なんとね、同胞である私たち日本人のファンがただの映像をすぐ手に入れちゃうんですよね。これはだから有料で入手した人が無料で配布してアクセスに変えて稼ぐっていう発想がある限りはなくならないと思うんですよ。その違法アップロード動画とかをね、どん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 共有するもんだから、有料の要するに制作費を回収するためのコストが賄えてないんですよね。まあ、ですのでせっかくアニメのリリースがされていても、その続編を作るための原資が集まらないので、まあ赤字廃業みたいなことがあってね。でプレミアムグッズっていうのを売って回収しようと思ってるんですけども、そのね、グッズの回収って映像に比べてその40分の1ぐらいなんですよ。だから全然追いつかないんですよね。でも映像が売れなくなってくると、グッズを作る原資もなくなってくるんで、グッズもなくなってくるってことなんですよ。でデジタルグッズっていうのが最近あってですね、要するに壁紙とかを販売したりするみたいなのがあるんですけども、これもね、なんか本当に、困ったもんですけども、そのブロックを突破してですね、デジタルデータを、まあ、いわゆる購入せずに盗んじゃったりとかね、複製をしたりする人がいて、まあ、日本のアニメファンが日本のアニメをもう食い潰してるって形なんですよね。もちろんアニメをタダで見たいとか DVD いちいち買ってらんないよって気持ちは分かりますけども、でもお金を使わないことによってお金が集まらない制作者側の都合もあってですね、でプロジェクトが打ち切りとか続編が作られないみたいなことが本当に山ほどあるんですよね。せっかく評判が良かったのに続編が作られない、そういうのももうただ出てきた。だから一つは日本人同士でっていうよりも日本のアニメファンがアニメをダメにしてるっていう現実があってね。でアニメの版現場きついよねとか言ってるけど、お前がそうしてるんだろうみたいなところがあるんですよね。まあこういう悲痛な叫びがあります。グッズを作ってもぼったくりだみたいなことを言ってね、売れないとかね。で売れずに価格が安いものを出すと、その購入者が転売をしてね、おかしな利益を出しているということもあって、ほんとしっちゃかめっちゃかですよね。これが一つ。もう一つはね、これもねあんまり知られてないことなんですけども、中国のアニメ、中国市場ってのがアニメーションにとってものすごくねドル箱だったわけなんですけども、なんとねこの度中国が自国のアニメの保護のために輸入版のアニメの再生時間を制限してきたんですよ。これによって何が起こるかというと、昔は中国なんて海賊版の温床だったんですけども、今はね海賊版ではなくて、もうすでに自国で日本のアニメよりクオリティの高いストーリーのすごくいいのをねどんどん出してきてるんですよ。でもなぜかね日本には中国のアニメって流通してないんですよ。何だと思います？中国のアニメって高いんですよ。日本人がただ同然であっちこっちからコピー品とかアニメの横流しとかを見てる感覚からすると、中国のアニメはすでに、ね、高くって手が出ないんですよね。つまり日本のアニメは安くって中国のアニメは高いわけなんですよ。だから日本では中国のアニメ全く知られてないんですよね。相当お金を払って中国のアニメを輸入できる方は別ですけども、ほとんどの方は日本の自国のアニメですらお金払わないんで、もう最悪だということですよね。だからはっきり言って日本でアニメーションを作る意欲っていうのはクリエイターもなくしているんですよね。もう本当になんかね、あこれだったら中国で作った方がいいよねとかね、ネットフリックスで採用してもらった方がいいよねみたいな感じで、とにかくねその日本のアニメファンが日本を追い込んでいるっていう、これは昔からそういう流れだったんですけども、ここに来て極まったってことですよね。で中国は輸入するアニメの再生を規制してますんで、だから例えば日本でいいアニメ、ナウシカでいいですよ、ナウシカとか作るじゃないですか。そしたらナウシカが全編中国で放映できないってことなんですよ。どうしますってことですよねこれね。そうすると中国市場から日本のアニメは消えているんですね今ね。昔は海賊版みたいなんでどん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 放映されて、まあ、困ったみたいなことがありましたけども、今はね
いや日本のアニメレベルが低いし予算全然かけてないし、まあ3分の1ぐらい放映してあげましょうかみたいな形になってるんですよね。だから中国市場から日本のアニメは完全に排除されていて、まあなんとか入っていてももう二束三文のダメアニメなんですよ、日本のアニメは。それが世界の評価ですね今ね。で中国のアニメはすごくクオリティが高くて、私ねアニメというよりも中国のねカンフー映画がねレベルが高くって困っちゃいましたよ。もう多分ハリウッド以上のものがもう今映像編集の技術もあるし、その俳優さんのレベルも高いんですよね。で先日見た香港映画っていうのは日本を題材にしたストーリーなんですけども、日本のセットをそのまま中国で作ってね、歌舞伎町とかをでそこでやってるんで、ロケにすら来てないんですよ。ロケにすら来てないけども日本が大舞台になっててね、これはもう参りましたね。で日本のタレントさんが結構中堅どころから有名な人がね、中国に行って日本の映画撮影に脇役として参加してるんですよ。日本では主役を張るような人ですよ。だからこの辺の俳優の格差も出てきて、まあ、日本のエンターテインメントってのはもうここに来てもうすでに終わったなと。生き延びたかったら中国資本の下に入るしかないっていう選択肢がもう見えてるかなっていうところなんですよ。はい、それでねここまでまとめますと、日本のアニメがなんでお金が集まらなくなってきたかっていうと原因は2つ。1つはですね、日本人が日本のアニメをお金を出して買わないという、まあ、これがもう動かなくなってきちゃったんですよ。DVD を買う人なんてほんと珍しいですよ。まあ、私はどっちかというと買う方なんで結構溜まっちゃったんですけども、さすがにこれ買えないよねって思いますね。振り返ってみたらその棚がねアニメの DVD で100万超えとかしてますからね、こう計算してみたら、まあ、そんな払わないと思いますんでね、やっぱりこう、まあ、それから中国への輸出がほとんど不能になったってことですよね。残された市場っていうのは、まあ、北米市場に日本のアニメが入ってきてるところありますけども、ここはまだそんなにねパワーバランス壊れてないんですけども、どちらかというと米中の対立がちょっと緩んできてますんで、そうなったら貿易が再開してですね、中国のアニメが北米を席巻して日本のアニメはもういらないっていう現状になるんですよ。多分日本人は、ね、日本のアニメ好きだと思いますけども、うん、まあ世界ではね、その日本のアニメっていうのはもう時代遅れでテクノロジーもあんまないし、二束三文のアニメーターしかいないっていう評価に変わってきてるんですよね。だから本当なんかいろいろと納得することを聞かされたんですけども、日本で中国のアニメ見たことないでしょって言ったら、見たことないって。うん、あれほど興行収益上げてるもの一本も見てない、日本人が高いから買えないんですよみたいな、ね、私たちはもうすでに後進国のね購入層だということなんですよね。はい、それでですよ、私の大好きなアニメ宇宙戦艦ヤマトとあれなんだっけな、銀河英雄伝説の新章ですよね、新しいザ・ノイエテーゼってやつですけども、宇宙戦艦ヤマトはまだ予算があるんですよ。それはもう歴史がありますからね、宇宙戦艦ヤマトはね昔から培った財団みたいな形でまだまだ、うん、収益が悪くてもやっていけるところがあるのと、宇宙戦艦ヤマトのプロジェクトがもうねグッズを結構前から仕掛けてきて、あと会員権とかあるんですよね、年間3万円のプレミアム会員とかしたら情報が早く届くんですよ。私もそれ入ってるんですけども、確かに早く情報は届くけども、入らなくてもしばらくしたら情報届くんで同じなんですよねまあまあそこは置いといてですね、そうやって収益率を高めて早めに仕掛けたところとか、前作の予算が十分あるところっていうのは続編が作れたりリメイクができたりするんですけども、問題はですねザ・ノイエテーゼなんですよ。銀河英雄伝説はお金が全然なくって続編ができてないんですよ。で今回の感染症騒動で全然ね制作が進んでないところもあって、本当お金がないからついにねクラウドファウンディングに切り替えたんですよ。つまりファンの方がたくさんお金を払うことによって制作が進みますと、ぜひ最終回まで一緒に協力してくださいって形で呼びかけられてるんですよね。これ私も呼びかけられてね、まあテロップを久保さんの名前テロップを入れるから33万で税込みで33万の支払い枠がありますよって感じなんですよ。それを何本か出資いただけませんかみたいな感じだったんですよね。まあそれはしなくもないんだけども、でも今回できても次回するかなみたいなね。というのが銀河英雄伝説は全ストーリーの20% が今完了したところで止まっちゃったんですよね。残り 80% が残ってるんで、さすがに最後まで付き合えるかなとかね思っちゃったりするんですよ。でこのクラウドファンディングの集まりが全然良くないと案の定だから金を払うんだったら見ねえよみたいな感じで、ファンがもうファンの魂なくしちゃってるんですよね。ただなら見るみたいな感じなんですよ。なんかすごい寂しいものを感じますね、そうなるとね。まあということでね、まあそんな深刻な
お話が聞かせていただけたってね、うん、私のところにその話が来たってことは何歩か、ね、アニメファンの一人としてお金を出せということなんで、ちょっとしばらくね、あのスポンサーをしようかと思うんですよ。あの会社名、まあうちの会社あんまり表立って活動してないんで、スポンサー名でね、あの有名になってもあんまり意味がないんですけども、まあ一応今回もね、あのあそこですよ、幕張メッセの方で出資をさせてもらいましたけども、あの、まあ、速稼塾という名前はねちょっとこう入れられないんで、広島観光という名前で出してくださるそうなんですけども、まあ広島観光でもいいですよ、うん、これからかなりそのいわゆるアニメ業界に、私みたいなねちょっと YouTube やってて儲けてそうな人には一本釣りって言って、あの出資を呼びかけられることが、まあ、あるんだなと。時代は変わったなと思いますよね。アニメファンがアニメを支えずに、なんかお金がある人が一方的にお金を出してアニメが作られて、それがお金を払わない人に提供されていくっていう流れですよね。まあなんか生活保護みたいな感じですね、こうなったらまあいいよ、それも込みで、あの私は大好きなねアニメーションに肩入れさせてもらおうかなと思います。よく声がかかって逆に嬉しかったですよね。この人ならって思ってくれたんで、多分持ち帰ってくれたと思うんで、で裏事情もあの分かりましたんでね、裏事情を表にするべくこうやって動画にさせてもらいました。まあ、すぐにこうやってバラしますからね、私はね。でもほとんどの方が知らないと思うんで、たまにお金払ってねアニメ買ってほしいですね。なんかその辺ではちょっとね憤りもありますね。ただで毎日コンテンツを見ることにはちゃんとね、あの弊害があるよってことですよね。当たり前ですよね。アニメーターただでやってないですからね。それで暮らしてますからね。別のバイトしながらやってますから、もうすでに、ちょっとね、いろいろ思うところがありますね。はい、じゃあ以上でございます。はい、愚痴コーナー終わり。